勝負はついた。こいつは死んだも同然だ。何をしてるんだ、お前。言ったじゃないですか。どちらかが死ぬまで終わらないと。だが、ご安心ください。この男、どちらにしても死ぬ予定だったんです。先日、組から脱走を図りましてね。ハットにより、処刑することになっていたんですよ。なんだと。ですが、ただ殺すよりあなたを試す道具に使えると思いましてね。彼も天然理心流の使い手でしたから。誰なんだその男は。総長兼三番隊隊長、山並圭介。私にとっても市営官道場以来の友人です。彼には、もしあなたを殺すことができれば、命だけは助けてやると言ってありましてね。ですからあなたは、命がけで戦った山並に勝ったということになります。そうやって俺を試した目的は何だ？いや、実はあなたに折り入って引き受けてもらいたい仕事がありましてね。何なんだ、それは。この山並みの穴、三番隊の隊長を引き受けてもらいたい。俺に隊長を。さあ、無粋な話はここまでだ。席を変えて新選組の未来について語り明かしませんか、斎藤一君。